ところしかねえんだよ。お肉なしのカレーでいいか。いいや。それではお肉なしでなんちゃってカツカレー作りますよ。まずはキャベツの外葉をみじん切りにします。外葉みじん切りにしました。おからを炒めます。お肉を使わずおからをお肉にしますよ。じゃーん、牛脂。普通におからだけだとパサパサなんですけど、牛脂を入れるとこの牛脂の旨味がねおからに入ってくれるんですね。軽くきつね色になってきました。そしたら先ほど刻んだキャベツを全部入れちゃいます。おからで作ったひき肉とキャベツだけでカレーの具ができました。そしたらカレールーと具を一緒に炒めることでカレールーの旨味がおからとキャベツにすぐに入って長時間煮込んだみたいな味わいになります。ほらチョコみたいに溶けちゃいました。炒めるとね味がね中に入りやすくなるんですよね。お水を入れます。もうルーが溶けたらカレーの完成ですよ。カレーのルーが溶けました。これだけだといまいちなんですよ。だってキャベツとおからしか入ってないですもんね。なのでこれを入れます。チューラソース、ケチャップ、砂糖。旨味が増してさもたくさんのスパイスを入れたようなコクのある美味しいカレーになるんですよ。そしたら今度はカツを作るぞ。まずはとんかつにパン粉をつける前のバッター液を作ります。薄力粉、お水ちょっとずつ加えながらかき混ぜます。パンの耳を5本水につけます。しっかりと水気を吸わせます。吸わせたら水気を絞ります。そしたらここに顆粒コンソメを両面にまぶします。そしたら端からぐるぐる巻いていきます。切れても大丈夫、どんどん大きな丸にしていきます。上からギュッと絞って平らに楕円形にしたら豚のとんかつ前の形の完成。それでは揚げていきます。先ほど作ったバッター液にとんかつさんを絡めます。全体的に絡めたらパン粉に絡めます。そしたらとんかつを揚げます。サラダ油をフライパン全体に回し入れます。強火で熱してパチパチと音がしたら弱めの中火にして焼き色がついたらひっくり返しますよ。両面合わせて4分ほど揚げ焼きします。ひっくり返しますよ。それもう片面も2分焼きます。なんちゃってとんかつできました。さあとんかつ切ってみましょう。聞こえますか、サクサク。カレーを盛り付けてソースをかけて肉を使わない、なんちゃってカツカレーの完成。カツカレーです。おお、うまそう。いただきます。いただきます。おいしい。めっちゃご飯しそう。あーちゃん、そのお肉どう、美味しい。うん、とんかつ、うん、どんな味するとんかつ。ジューシー、柔らかい。ジューシー。そのカツカレー、うん、お肉使ってません。嘘だ。とんかつパンです。嘘。あ、言われてみればパンの耳です。耳。え、パンの耳こんなに柔らかくなるの。そしてひき肉の代わりにおからを入れました。そうなんだ。めっちゃひき肉だと思った。なんちゃってカツカレーに騙されましたね。大成功。